大変お待たししましたそれではイベント、えー、と開始いたします。本日は、えー、と皆様の、えーえー、お,お集まりいただきましてありがとうございます。ウ、え、ェ、ー、ビナー2024年日本の総会シーズンと呼ばれる取締役の責務、えー、と,とはにご参加いただきましてありがとうございます。えー、とプロクシーウォッチャー代表の松木です。 初めての方もおられると思います。簡単に会社紹介させていただきます。私たちは責任投資 ESG に関する企業として、コロの対話支援などをメインの授業内容としております。またメディア、メディアへの寄稿やイベント、このようなイベントですね、企画させていただいております。まず、本日の注意事項についてご案内いたします。本日ですね、英語と日本語の同時通訳がございます。 この画面下のですね、下部の地球儀ボタンから言語をご選択の上、ご視聴ください。また、本ウェビナー中にお困りごとなどございましたら、私宛にチャットを送りください。本日のイベントではですね、後半に Q&A セッションがございます。パネリストへのご質問は時間の許す限りお答えいただくようにいたします。どなたに対するご質問か、ご明示の上、Q、Q&A ボックスにご投稿ください。 前半のパネル、ディスカッション、プレゼンテーションの時にですね、ご質問いただいても大丈夫です。Q&A ボックスにだけ投稿するようにお願いいたします。セミナー終了後ですね、アンケートについてご案内いたします。簡単なイベントに関するアンケートですので、ぜひお答えいただければと思います。それではですね、本日の予定ですね、まず皆様のご紹介させていただきます。本日 クライアントアンソえリー、山下浅さん。ちょっとハミーズのですね、ハオナンさん、ちょっと今遅れてるみたいなので、一旦来られましたら、そのままお話いただこうと思いますけれども、ちょっと後で調整させていただきます。マーケットフォースですね、鈴木幸子さん、そしてエミネントグループより小野塚恵美さんをお招きしております。 画面にてご案内のとおりですけれども、えっと、今日ですね、えっと、気候変動対策における取締役会に期待されるガバナンスについて、えっと、近年活性、えっとまたですね、近年活発化する投資家へのですね、投資家からの企業への、えっと、気候変動のエン,エンゲージメントのあり方、えっと、こちらがです、ね、本日の主要テーマとなりますというところで、えっと、まず、えっと、朝日さんに、えっと、バトンを渡しさせていただきます。 えっとえっと、じゃあ、えっと、こちら、スライドになるんですけれども、皆さご覧いただけているかと思います、えっと。朝日さん、よろしければ、スライドを、プレゼンお願いいたします。えご参加いただきます、えっと。クライアントアースの代表理事で、えー、弁護士の山下さひと申します、えっと。私の方からはですね、えっとまあ、気候変動に関連して、えー、会社の取締役がまあどのようなあの法的義務を負っているのかということについてですね、 えっとお話申し上げたいと思います。次のスライドお願いします。ここですね。ええー、202019年ですね。えー、ance, えー、ワールドエコノミックフォーラムがプライメットガバナンス、ガバナンスプリンスプルこのあの発表しております。これはあのあまあモデルルールといいますか、えー、まあ各国であのモデルなるようなあの八つの原則。えー まあ内容はあの気候変動対応について取締役会が主導的な責任を果たすということが中心のポイントですけれども、そのようなモデルルールが発表されました。で、その後ですね、えー、ではその各国の法令の中でど,のどれぐらい、どの程度、気候変動について取締役義務を負っているのかというのを検証しましょうというイニシアチブが始まりまして、現状ですね、えー、32の国および、えー、管轄においてですね、えーと、何らかのその法的義務があると。 いうところまで検証されてきています次のスライドをお願いします日本でもですねこれはあの2021年に名古屋大学の立命館の山田先生それから名古屋大学の中東先生それからあのブリティッシュコンビアのですねジェニス・サラー教授によりまして論文が発表されまして とりわけ特筆すべきは、ですね、えー、大会社の日本の会社のうち、ですね大会社のリスク管理体制というところに、その気候変動リスクをですね、えー、管理していく義務というものがあるだろうということが、あのここにおいてあの分析されています。えー、ここにおいても,もう一つ、えー、注意を申し上げたいのは、えー、日本の取締役の義務というとき、ですねこれはあの大きく言って法令を遵守する義務と。 とそれからその慶応におけるあの全館中入院という2つのカテゴリーがあります。で、えー、この論文が2021年ですので、えー、その当時の法令と比べるとですね、えー、とかなりの,あの法令の,あの発展があります。なので、それをちょっとこの,この論文が出た後ですね、えー、どのようなことが起きているかというのを少しお話ししたいと思います。えー、次のスライドをお願いします、えー。ご承知の通り、えー 日本がですね2050年、カーボンニュートラルを宣言しまして、これはあの温暖化対策法という法律の,あの,法律の基本理念として、ですねあの立法化されました。で、えー、と重要なポイントは、ですね、えー、と政府と自治体にはですね、えー、実行計画を策定する義務があるとなっているんですけれども、えー、この法律においては残念ながら、ですねその事業者っていうのはあのさあの実行計画を策定せよとはなっていないんですね。 で排出削減のまあ努力をすると、えー、それからその国、自治体の削減計画に協力するという、ちょっとこうぼやっとしたあ義務がです、ね、書かれているだけなんです。で、えー、と法令、一つ、えー、皆さんに、えー、ご理解いただくといいかなと思うのは、取締役の法令を遵守する義務といったときはです、ね、これはあのハードローを意味しているんです、つまり拘束、まあ、力があって、まあ、簡単に言うと罰則までいくようなものですね。 えー、そういうものをあの法令と言っているわけです。で、法令のレベルではです、ねえーと、ちょっと残念ながら、えー、と事業者にその脱炭素計画というのを作れという,ういうものを要求するものは見当たらないんです。ところが、ですね、えー、日本ではですねおそらくその事業者はです、ねその、いわゆる罰則化ツイッターの法令だけではなくてですね、 まあ行政によるそのガイドラインとか、それからその任意に従う行政指導というものも、実際にはあのものすごくよく注意を払ってえ動いて事業しているというのがあの実際です。ですので、逆に言うと、ですねこういうものに従ったのに <laughs> 責任を問われるということはですねあのないというのが、ですねえまああの日本の裁判例に多く見られまして、これは信頼原則とい,いうふうに呼ばれています。 ですので、えっと、行政の,そのガイドライン、まあ、任意のものであっても、ですね行政指導等に従えば、うん、責任はないんだと、えーまあ、そういった観光といいますか、裁判例がもう出来上がっています。えー、と逆に言うと、ですね、えーまあ、会社から見ると、ですね、えーまあ、政府の方針と整合したあ計,計画を持っていれば、ある程度その保,護保護される、法的には保護される。 いうことになるんですけれども、あまあ、それと、その整合しないということになると、今度は逆にその一般、一般原則に向けてです、ね、えー、全管注意義務の対象として、えーまあ、あの考察される対象になるということになるんだと思います。えー、そうすると、ですね一つそのお、大事な点は、ですね、まあ、政府があの何年までにいくらと削減するという目標を立っているときにです、ね、まあ、あの非常に大きな排出をしている会社というのはですね、 えー、一社だけでそれがあの、えー、脱炭素方針が実行できなくなるというようなあのこともあるわけなんです。そうするとです、ね、やはりこれはやはり全館注意義務の対象、あるいはです、ねえー、先ほど出てきたあの協力義務としてです、ねえー、法的義務を生じてくるのではないかということが一つ考えられます。す、えー、それからですね、えーえー まあ現状はです、ね、えー、あの大きな会社はです、ねえー、大量排出をしているあの大きな会社は、まあ、大体2050年、えー、カーボンニュートラルという方針をまあ掲げています。で、その位置づけはです、ね、これは何なていいますか、そのまあ法令において、うんえー、先ほど言いましたような注意義務もあるわけなんですけれども、一旦その方針を掲げるとです、ね、それはあの会社の内規とまあ同じ扱いになるんだろうと。 重要な内規の一部をなすんだろうというふうに考えられます。で、えーまあ、もちろん内規ですからその内、内部の決定においてです、ねえー、とあの変更していくということも可能なんですけれども、ただ変更する行為というのも、えーまあ、合理だってはならないというか、えー、その限度では、その衆議も追っているということが言えるんだろうと思います。それからその、まあ、2050年カーボンニュートラルを掲げたときにですね、 えー、<laughs> 個々の,個々の設備投資において、えーえー、化石投資資産についてです、ね、設備投資をする場合にです、ね、まあ、それがその非常に長期にわたって回収、えー、がかかると、えーで、2050年のカーボンニュートラルとその整合しないというような決定をするとです、ね、これはあのどちらかがあの矛盾していてです、ね、まあ、どちらかが全館注意義起の違だということになり得るんだろうと。 思われます、まあかんうん、簡単な例えはですね、えーまあ、あのデリバティブとかっていうのを、あの会社で内部でですね、えっと、限度を定めているということはあの非常に多いだろうと思うんですけども、まあその、それを超えるデリバティブ取引をしてしまうといった場合には、これはあの全館注意義務違反になるというのがあの裁判例でして、まあ、これとパラレルに考えることはできるのではないかというふうに思われます。<laughs> と次のスライドをお願いします。 えー、最近ですね、えーあのー、<laughs> 全館注意義務についてです、ねえーと、極めてあのー、面白い、えー、議論がです、ねえー、と日本の会社法においてあの行われていますで、えー。そのきっかけになったのはです、ね、えー、あの <laughs> いわゆるあの東京電力のです、ねえーえーえー、福島第一原発の事故においてです、ねえー、代表 <laughs> 代表訴訟が行われな,なされまして、えー、東,京東京地裁がです、ね、昨年の7月に、おととしに、えー、判決を出しています。巨額の賠償責任を負わしたわけなんですけれども、えー、その中で,です、ね、どうもその従来言われていたような広範な裁量という枠組みをからとは違うのではないかということが議論されています。でえー <laughs> まあ会社の,の,があの学会においてです、ね、その経営判断原則というのが、えー、再検証されるということが今現在、えー、行われています。でそもそもそのお経会社の取締役が持っているその経営判断の裁量というのは、な、まあ,あの,何のためにあったかというとです、ね、これはあの意思決定をしてみて、投資の意思決定をしてみて、えー、結,果結果的に失敗した場合ですね。 えー、あの結果、責任を負うということになると、あの誰もリスクを取らないので、えー、あのリスクテイクを奨励するために、これはあの意思決定のときにおいて、ですねちゃんと注意義務を果たしていればよいのだと。で、えー、明白な不合理だけがあのあの責任対象であって、えー、それ以外のものについては責任を問われないのだという、リスクテイク奨励のための,あの原則であったわけです。えー、そうしますとその、よくよく考えるとですね、 えー、あのリスク定義がまあ奨励されない場面、えー、例えばですね、えー、と銀行融資、えー、そういったものについては、まあ、そもそもその銀行が破綻した場合のですね広範、えー、かつ深刻な影響というものがありえますので、これはあの従来からですねその広い経営判断原則というのは適用にならないと、あもっと限定された裁量にとどまるんだということが、最高裁の判例で示されてきたわけです。 で、えー、この東京電力の代表訴訟の判決によって、ですね、うん、そういう場合だけではなくて、やはりその社会的、公、え、益、ー、的な見地から、非常に広範かつ深刻な負の外部性を伴うような事業というのは、どうもその広範な裁量というのは認められないんじゃないか、えー、非常にその高い注意義務というのがあの要求されるんではないかということが今議論されるに至っています。まあ、これがその この、えー、裁判例が取った立場ではないかというふうにあの、えー、議論がなされており、それはそらく多数説であろうというふうに考えられます。えー、これはまあ原発事故の場合なんですけれども、原理的に考えれば、ですね、まあ、気候変動というのも、広範かつ深刻なあの負の外部性を伴うものだということでは、あの共通性、共通の共通な共通なところがあります。 その取締役の後半の作業というのは果たしてこうあるのかと、よくよく考えると、ですねその経営判断の原則といっても、ですねこれはあの基本はその会社の,まああの営業の自由に基づいているわけです。で、憲法の話を、憲法の観点から言うと、ですね営業の自由というのが公共の福祉に制約されるというのは、これはあの当たり前のことでありまして、そうしますと、その、 えー、東京電力の代表訴訟で、えー、東京地裁が述べたことも、ですねこれはまあ極めてあの基本的なこと柄であって、えー、その基本的なこと柄というのは、あの気候変動についてもあの同じ理屈が、えー、同じように考えられるのではないかというふうに、えー、私は考えるところであります。えー、これはまあごくごく当たり前だったのではないのかなというふうに思うんですけれども、まだ現状はですね気候変動についてのこのような裁判例があるわけではありますはい。 私の方からは以上ですね。えっ、ー、と基本的にその気候変動についてプレシマ役があのどのようなその注意義務あるいはその法令遵守の義務を負っているのかというあの枠組みをですねお話申し上げました、えー。ここで一旦お返しいたします。はい。山さんありがとうございます。 えっと次ですね、ちょっとマオナさんのスピーチ、えっと、キーノート予定していたんですけれども、ちょっと一旦、えっと、順番を変えさせていただきます。マーケットフォーセスーの鈴木幸子さんにバトンを出します。じゃあ、鈴木さんよろしくお願いします。スライド、こちらで変えさせていただきます。はい、ありがとうございます。マーケットフォーセスーの鈴木と申します、えー。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日私からは えーとマーケットフォースエイズがあの近日中に公開予定のレポートで触れています、えー、世界最大手のアセットマネージャーが投資先の気候変動ガバナンスの強化に寄与する行動を取っていないという分析結果をお示しするとともに、えー、日本の投資家さんはどうすべきかについてもお話ししたいと考えています。次お願いいします、えー、今年は年はととうことで えー、パリ協定が合意されて、まあ、10年弱経過しているのとともに、えー、2030年まで5年余りとなっていますあのパリ協定1.5度目標に沿った移行計画を、まあ、出してこない企業がいまだに多いというのが現状かと思いますそれでこの遅れの責任はどこにあるかということなんですけれども、まあ、取締役会ですよね まあ従いまして、投資家の皆さんには、ま,あ、まず1.5度未満に沿った移行計画を策定し、実行することを監督する取締役の責任について、まあ、具体的に対話をしていただきたいと、それで、まあまあ、その結果、まあ、対応していないと判断すれば、取締役専任議案に判断反対する、まあ、この2点が求められてくるのではないかと考えています次お願いします。 公開前のレポートなので、一部お話しできない面もあるんですが、マーケットフォースエズは、化石燃料事業の拡張に深く関与している45社の取締役選任議案に関して、45社の気候関連の情報開示と取締役選任議案の賛否にどのような関係があるかという分析を行いました。 情報開示の基準として、クライメートアクション100プラスの開示フレームワークを用い,て用いました。開示を評価する指標には、脱炭素戦略や資本配分、取締役の気候分野の専門性などが含まれています。結論としては 取締役選任議案の賛否と企業の気候パフォーマンス、つまり、えっと、開示の良し悪しですねその間には、その間には相関関係は見られませんでした。次、お願いします。クライメートアクション100プラスには開示を評価する指標が11あるんですけれども、こちらの図表は、えっと、横軸が。 開示を評価する指標を満たしている割合、で縦軸が取締役選任議案の賛成率を示していまして、まあ、平均すると、開示フレームワークと整合した開示はあの4割に満たないんですけれども、まあ、取締役選任議案は9割以上の賛成を得ているということを示しています。であの直近2023年においても同様の傾向が見られました。次お願いします こちらのグラフは過去6年の経年変化を示したグラフなんですけれども、取締役選任議案への賛成率はほぼ横ばいということが分かります。評価基準のうち、重要な指標である脱炭素戦略や資本配分について、開示ができていない企業の取締役についても、2023年には95%程度の支持を得て選任されているのが現状となっています。 次、お願いしますと。取締役の能力という指標についても、えーとまあ、こちらを満たしていなくても。二〇二〇三年には九十五パーセント程度の支持を得て、取締役が選任されています。まあ、これらのことが何を示しているか。 ということなんですけれども、えーとまあ、取締役が、まあ、気候変動に伴うリスクと機会を適切に監督する能力があってもなくても、また情報開示ができていてもできていなくても、あの投資家は専任、まあえっと、議案に賛成してくれるという誤ったメッセージを送りかねないのではないかという懸念がされます、えー、と次お願いします。 でこちらは、えっと、2023年に気候変動への対応が不十分であることを理由に投資家が取締役1000任に反対したケースが目立った3つの事例を示しています。で縦にグローバルな投資家のリストあの、えっと、最大手のところですね、と、あと横に取締役3名、オーストラリアのウッドサイド、あとアメリカのエクソンモビル2名の3名。 ですが、えっと一言で申し上げますと。とまあ、賛成票が圧倒的に多くなっていて、でまあ、反対票もちらほらと見えるんですけれども、あの3名全ての選任に反対した投資家っていうのはいませんでした。えっと次お願いします。で、投資家の皆さんで、ね、おそらくまあ、議決権行使基準の中に気候関連の情報か開示に関する基準。 であったり、まあ、取締役の責務に関する基準、また、えっと、取締役会の構成、あのボードコンポジションですねに関する基準を設けていて、まあ、情報開示であったり、人選が不十分である場合には、取締役選任議案に反対する余地があるという投資家さんというのは日本も含めて多いのではないかと認識しています。ですが、あの今回の分析で見えたのはあの、投資家が持っている影響力を ほぼ発揮していないいななな現状なのではないかと思いますそれが何をもたらすのかといいますと投資先企業の気候変動に伴うリスクと機会に対応するガバナンス強化のプロセスをブロックしてしまっているのではないかという危惧です。このようにそのいわばその投資家によるスチュワードシップが機能しないと まあ、例えば2030年にポートフォリオ排出量を半減というあの投資家さんは少なくないと思うんですけれども、まあ、この目標達成も危ぶまれて、まあ、そうなりますと、まあ、投資家さんがグリーンウォッシュしているのではないかというような批判を受ける可能性があると思います。で加えましてあの、シチュワードシップが機能しないと、まあ、気候変動に伴う財務リスクの悪化を招きかねない。 そうなってしまうと、ひいてはアセットオーナーへのマンデーとも話せな果たせない事態が起きかねないのではないかということが懸念されます。えー、まあ以上がまあレポートの,あの概要となるんですけれども、マーケットフォーセーズではこのような調査分析とともに、企業との対話も定期的に行っております。で先日あの取締役か、取締役の気候変動に関する専門性 につきまして、まあ、某電力企業と対話を行ったんですけれども、まあ、その際に、えー、とおっしゃっていたのが、えー、と電力供給と脱炭素は不可分一体なので長年電力供給を担ってきた当社の取締役は全員環境の専門家ですとおっしゃっていたんですね。まあ、ちょっとこの回答にに納得でできるでしょうか。えー、とあ他にも、えーと 投資家さんとのコミュニケーションに関して、えっと、取締役の気候変動に関する専門性について、まあ、現状の情報開示、まあ、例えばスキルマトリックスですけれども、まあ、それ以上の情報を要望するという投資家さんの声は聞いていませんということもおっしゃっていました。次お願いいしままますす、えっと、こういった状況をあの踏まえますと ひょっとしてなんですけれどもあの投資家さんの間で気候変動に関する情報開示の最終責任が取締役会マターとして認識されていないのではないかというちょっと疑念がちょっと湧いてくるんですね。あのはい、あの気候関連のののの情報開示というのはあのビジネスモ,モデルそのものを への影響を問うものであったりあとあの将来の収益であったりキャッシュフローへの影響、まあ、まさに企業経営の根幹に関わることですので取締役会マターとして認識してほしいと思いますってこれは多分、社会に説法なんだと思うんですけどねのため申し上げます。であのまあ、ちょっと冒頭の繰り返しになりますけれども移行の遅れの責任は取締役会にあるものであって まあですので、1.5度未満に沿った移行計画を策定し、実行しているということを監督する取締役の責任について、特にあの取締役の,あの機構に関する専門性について、具体的に対話をしていただきたい、えー、その上で、対応が不十分と判断すれば、反対理由を明確にした上で、選任議案について反対をしていただきたいと。 この二点が私たちが投資家の皆さんにお伝えしたいメッセージとなります。と私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。一旦お返しいたします。はい、ありがとうございます。それではですね、次にえっと小野塚さんえっとよろしくお願いいたします。 えっと、投資家さんのですね、まあ、こういった議論を受けて、えっと、どういうじゃあ、えっと、エンゲージメントが、えっと、理想なのかというところですとです、ね、あとはまあ日本企業がじゃあ、えっと、それを踏まえてどういう形で対応していくい,いのかみたいなところを、えっと、まとめてえっといこうかなと思うんですけれども、小野塚さん、もしよろしければ、えっと、カメラオンにいただけますでしょうか。はいありがとうございます。えっと、じゃあ、一旦画面をお持ちいたします。ちょっとピンさせていただきますね。はい よろしくお願いします。はいえというところで、ちょっと今、ハオナーさん、えっと、お待ちしている状態なんですけれども、ト、えっと、投資家さんですね、えっとまあ、特にオーストラリアなんかでは、あのウッドサイドの、えっと、取締役の方一人がですね、えっと、気候変動の、まあ、理由をも、えっとに、えっと、65%あたりの賛成、ね、比率だったというところも大変だったと、えっというところありましたけれども、うんえっと、日本企業ですね、まあ、こういったグローバルな潮流を受けて、まあ、どういうじゃあ形で。 まあ、さん、えっと、エンゲージメントしていけばいいの,いいのかみたいなところです。お話しいただきたいなと思います。と、あとごめんなさい、えっと、自己紹介から、えっと、もしよろしければ初めてのためにお話しした、はいか思いますので。 はい、ありがとうございます。あの、今日は本当にこういった多面的なあの視点でですね、このトピックに向かうっていうのはすごく意義があると思います。あの、というのも、まあ、私の自己紹介ということですと、まあ、25年ぐらい金融機関で働いた後に、今独立して自分の会社をやってますけれども、あの、と同時に、えっ、ー、と、えー、社外取締役として、あの、事業会社、まあ、特にその、えー、 気候変動の影響を大きく受ける,受けるような、まあ、EV 化といったような自動車産業の会社ですとかあるいはあのまさに機関投資家であるあのアセットマネージャーの,あのボードに入ってます。で私自身の成りわいとしてもそのボードであったりあるいは現経営者 軍がですねあの経営の皆さんがどう,いうどういった形でこの気候変動も含めたサステナビリティイシューにあの当たっていくのかっていうのを、まあ、アドバイスするそんななりわいをやっておりますので今日はそのいろんな視点からあの私も、えっと、最新情報に触れてあの学びながらお答えしていきたいなというところで、まあ、いくつか今お話を聞いていて思ったのはあの冒頭ですねやっぱり法的な側面からけ、えー、取締役会の責任が。 責務がやっぱりすごく大きくなってきてるんだっていうお話があったと思うんですけれどもそこはまさにそうだと思います。で一方でじゃあ今までのまあ,あのもちろんその ESG ですとかサステナビリティみたいなものを経営レベルあるいは取締役会レベルで取り込みながら 経営監督をしていこうっていう方々はもちろんこういうことが起こってるのは分かってますけれどもそこまでもしかして自分の,あの経営責任あるいはあの監督責任に入ってるんだってことを肌感として持ってるかというとあの残念ながら日本ではそういう状況がまだ来てないと。 思っています。ですので、まあそういったそのオーストラリアでのあのある状況なんかはですね、もっともっとやっぱり日本の取締役会あるいは取締役のメンバー、もしかするとその社外取りというような方々にもっとインプットをしてですね、そのコミュニティがあの考えていく必要があるなというのを今日のお話を聞いていてもあの思いました。やはり法令遵守っていうところに立ち戻ることが多くてですね、その全館従業員であると経営責任というところにやっぱりこのトピックと絡めて考え。 考えているのかなというとうころは若干会議的で,はあるとでまあそれは私自分への反省も含めてなんですけれどもありますと。でもう一つあの、えー、っと直近の,その鈴木さんのお話にもありましたけれども移行の遅れは取締役にあるというところもあのやはり、えーっとまあ、ある程度賛成といいますかやはりそのどこまでリーダーシップを取ってこの責務を果たしていくのかっていうことはあのその前の話と絡めて内気であってもやっぱりやっていかなきゃいけない部分で。 その説明責任が問われることとなんだろうとで逆にせっかくこういった機会なのであの皆様多分コンストラクティブなあのこうディベートというかには慣れてらっしゃると思うのであえてあの反対意見というかあのちょっと違った意見を言うとするとその、えー、取締役会とかですね取締役の仕事というのはやっぱり総合格闘技っぽいところがあるのでクライメートだけの 話に当たってるわけではないといった時にじゃあその賛成賛成しないっていった議決権行使がそこに直結するのかどこまで色濃く直結させるのかっていうのはかなりそのコーポレート側とそれから機関投資側でも難しい部分じゃないかなというのはあの実務に当たっていたあの身としては。 あのいわゆるエンゲージメントをする側の人間と、あとはあの冒頭される側の人間と、あの両方やったことがある立場の私としては難しいなというのがあの正直なところです。まず一旦あのここまでです。ありがとうございます。えっと今の議論非常に重要だと思います。それであのこれからえっとまああの AGM シーズンえっと株主総会シーズン日本も入っていきますけれども、あの企業側としてえっと開示をこれまでされてきたと。 というところであのスキレマトリックスの開示、まあ、がちょっとお手盛り状態じゃないかなみたいなことも、まあ、いろんなところで言われているんですけれども、まあ、こういう声に対して、まあ、どういう形でこれから、まあ、特にこの6月の集中シーズンにかけてコミュニケーションを取り締役会が取られるかみたいなところ、うん、あの理想の姿と、はい ありがとうございますでここはまさにですね私もあの2年前にその自動車部品会社の取締役に就いた時にもうすぐその後に、えー、社外の、まあ、機関投資家の方とエンゲージメントをしましてこれはもうあの就任してすぐに会社の方からスモールミーティングということで各、まあ各 あの機関投資家との対話の機会を持っていただいたんですけれどもその中でもうすでに当時2年前のところで、えー、海外の投資家さんからは、えー、これはエンゲージメント事項ですとちゃんとクライメートあの、えー、トランスフォーメーションにかあの関連してあの責務を果たしていってほしいんですということをあのエンゲージされました。でですのののやはりその投資家の側から明示的に そういうことをしてるっていうのを言われるっていうのはすごく重要なことですし逆にコーポレットの方も開示をしているというだけじゃなくてそれにちゃんと従ってあのやっていますっていうのも重要です。であのスキルマトリックスに関して言うとですねお手盛り状態というのは私もやっぱりそのアドバイザーとして見ている、まあ、統合報告書とか招集ツールとか見てるとそういうのは結構あるなと思っていてでここは多分その機関投資家の意図するところをえ会社の側もどこまで あの理解できているのかなっていう、その認識のそごみたいのはあるんじゃないかと思っています。それは何かというと、スキルマトリックスを作るということは、今現状の。 会社の状況がどこにあって、どこまで担保できてるかっていうのを見せると同時に、これからどういう方面に関してこう拡充していこうかっていう。そのまあ意図意思表明みたいなところもあると思うんですね。ですので、例えば工夫としては今現状は専門家としてこういう人たちがいるけれども、ま成、あ、功。あの我々のえ戦略とかまあ、社会の向かって高校に対してこういうところが足りてないよ。っていうのを何かその点線であの丸を作るとかですね。あの、丸と三角にするとか。なんかそういう。見せ方 もあると思いますしあとこのことクライメントチェンジこの気候変動の話に関してはもう日進月歩というかもう朝言ったことが夕方あの撤回されるぐらいのそれぐらいのスピードで動いてるということで、まあ、会社としては過信をせずにやっぱり外部の有識者をあの取り込むっていうことをするといいと思います。でこれはいろんなあの方々がいると思いますので法律家でもいいですしあるいはそういった活動家の方でもいいですしもう少しマーケット支持本 市場の寄り方よりの方でもいいと思うんですけれども、やっぱり外の専門家で、それをもうずっとやってる人っていうのを入れるっていうことを意識的にするっていうことで、必ずしもその常設、いつもいる投資家あの取締役会の中で、全員が専門家ですって言えなくても恥ずかしくないっていう状態であるっていうことをあのコーポレートの側認識してあのいるべきじゃないかなというふうに思います。 えっと、じゃあ、早速あの、いくつかご質問もいただいているところなので、えっと、朝日さんと、えっと、サチコさんをお招きして、えっと、Q&A セッションにこのまま、えっと、入っていこうかなというふうに思います。少しだけ、えっと、ピンを追加させていただきます。はい、お待たせいたしました。えっと、一番最新の、えっと、ものなんですけれども、えっと、It is better to have directors that have expertise in climate risk or is it better to have expertise spread around the world ということで。えー、っと、まあ、そういう専門知識、気候変動の専門知識を持った。えー、っと、まあ、特定の取締役さん、取締役の方がいた方がいいのか。ある程度、まあ、散らばっていた方がいいのかっていうところなんですけれども。えー、っと、朝日さんと、もしよかったら、えー、っと、えみさん、えー、っと、お答えいただけると幸いです。うん。 そうですね、まあ、ボードは全体として責任を負うのにその何が適切かっていう話なんだろうと思うんですけどもおそ、うんうんまあ、らくそのすごく <coughs>、うん、状態にもよるでしょうし、えーうん、そうですね、やはり、うん、全体として言え,言えることはやはりそのこう社内の取締役が非常にその多数を占めるという状況だとやっぱりその うん、こういった外部のステークホルダーが重要な場面というのは、ですねなかなかあの全体を正しく認識するというのは難しいのかなやはりその社外取締役の割合というものがやっぱりあの大きいかなと、まあ、その中にどの程度、環境を分かっている人がいる,いるべきかというのは、多分ちょっと違うのかもしれませんけど、やはりその広いあの視野に立った判断という意味では、その社,社内、社内の比率というのがすごく大きくあの影響するだろうと思います。 エ米の,あの国では、もう、あの社内取締役というのは、基本 CEO だけだと、えー、あるいは CFO2 人まで、まあ、そういったのが普通なんじゃないかなという、私は認識ですので、まあ、社内、社内っていう比率が非常に重要な意味を持ってるんじゃないかと思います。ありががとうございいますす小野塚さんいかがですかで はいえっと、今の,あのお答えに全く同意でして私、直近はあのアクティビストファンドにいた経験もありますのでやっぱりそういう意味では独立社会の人が、えー、過半数を占めるあるいはあの本当に、えー、6割7割以上占めるというのはあのむしろヘルシーだと思っていますでその時に選ぶ時にですねやっぱりこういったクライメントに関してあ,のある程度あのなんですか、ね、知識とか専門性ということではなくてアプリシエーションがある。 それがその企業の価値創造にとってそれからそのステークホルダーを巻き込んで長期的に存在意義を持ってやっていくことに対して重要だっていうことがアプリシエートする人を入れるっていうことがあの重要でですねクライメートの最新動向を逐一知ってる人をあの必ず常設で置くっていうことではないと思います。ですので、まあ、先ほど申し上げたようにそういう最新情報というのは別途あの会社の中に入れる仕組みをあの作るということに賛同できるそういった ボードであるということがあの重要だと思います。ありがとうございます。じゃ、次の質問をピックアップさせていただきます。えっと、これは結構あのホットになってきてる。トピックでもあるんですけれども、えっとまあ、特定のじゃあ、あのこういうクライアント、えっと気候変動に関する。まあ、リスク管理ということですね。に関して、えっとまあ、何かそのトレーニングですね。えっと取締役向けのま研修なんかも。最近本当に増えてきたような印象を受けるんですけれども。 各国、まあ、何かどういう研修が行われているのかも含めて、ですね皆様にお話をお伺いしたいと思います。えっと、どういうじゃあ研修が、えっと、日本の、まあえっと人えっと、取締役になられる方々のまあ人材プール、あるいは既になっていらっしゃる方々にとって、どういう研修が望ましいかみたいなところをです、ねえっと、皆様にお伺いしていこうと思います。まず、えっと、もしよろしければ、麻木さん、えっと、どういうこれからじゃあ取締役、あるいは候補の方々が研修を受けていけばいいのかみたいなところをお、えっと、考え、よろしければお聞かせください。 どうも、あまり、あの、学,学習を、その、勉強としてやったから、これがうまくいくっていうふうには、ちょっと、あの、学習はなかなかあの考えにくいんですけれども、うん、あるいはその、うん、なんていうんでしょうか、その、うん、いわゆるその、うん、ESG コンサルタントの方からのその助言を受けてっていうのも、これまたその、うん、まあ、割と同じことを言われるっていう。 場面が多いんではないかなというふうに思いますので、まあ、もうちょっと、うん、そうですね、やはり、やはり、うん、そうですね、ちょっとお答えにしてないかもしれませんけどやはり、その、まあ、非常におおあの課題がたくさんある中でその、うんな何を、何に注意すればいいのかっていうのは、やっぱりその,あの、まあ、投資家との対話ですとか、あるいはこういった NGO との対話をすると。 そういうところから情報を得た方が、そのうん、なんて言いますかその、外部の生の声を聞けるというんですかあの、そういう形になるのではないかなと思います。まあ、ただあの、先ほど言いました、あのガバナンスプリンシパルの,あの <laughs> 関連してですね、えー、とコーポレートボードのトレーニングというのは、あの確かにあのやっているあの組織がありますので、えー、とそういったあのところではもう少しきちんとあの体系的にです、ねえー、ステップを踏んで、 あの検証するというあのプログラムもあるだろうと思います。えー、ちょっと私の、えーえー、少し多少のバイアスがありまして、えーまあ、おそらくちゃんとしたあのトレーニングプログラムというものはあのあ存在していると思います。<laughs> ありがとうございます。エミさんあの、いかがですか、えっと、もう、えっと、数社、えっと、社外取締役されていると、こういうトレーニングがあったらいいなとか、まあ、ちょっと実例で実際、じゃあ、あのクライマトアクティビススの方からの手紙が来たということ。うん トレーニングされてるみたいなですけれども、うん、プラクティカルの方がいいのか、ある程度やっぱケースっていうのをある程度バーっとカバーした方がいいのかみたいなところを考えいます。うんはい あありがとうございますあの3つあると思っていて一つはそういうプラクティカルなケーススタディっていうのはあのやるべきだと思いますねこのクライメートあるいは人権のようなスペシフィックなトピックに対してケーススタディをやるっていうのはすごく意義があると思います。でそれ以外で2つ言いたいのは一つはですねやっぱりその取締役とか取締役会が何をしようとしてるのか。 っていう、まあ、すなわち先ほどの経営責任あるいは監督責任全館注意義務って話ありましたけどすなわち説明責任なわけですよねその会社がどういう理念のもとに何をやろうとしてやった結果どうなったっていうことにちゃんと説明がつくんですかっていうことをみんながあの取締役会の時にかみしめてアジェンダに あの賛成あるいは意義って言ってるのかっていうところをあのクリスタライズするっていうことがすごく重要だと思いますのでそれ,それに向けてですねもうちょっと根幹の例えば会社法 と照らし合合わせた場合にこの、えーえー、サステナビリティというアジェンダをどう取り扱うのが一番いいのか、たぶん法的な範囲じゃなくてもっと広い意味で責任があるんだというのが先ほどの優しさんのお話だと思うのでそれってある意味哲学的なところだと思うんですけれどそれをその会社のボードがどう思うのかというのを議論するということがすごく思考プロセスとしてもあのスキルアップとしてもすごい重要だと思っていますで。もう一つの ポイントは特にこの環境関係というのはサプライチェーンとのやっぱり共同が重要ですので。 いやそこにはやっぱり仕入れのコストであるとかあるいはその本当にフェアフェアなあの取引っていうのも入ってきますからやっぱりサプライチェーンに対してどういうポリシーを持ってどういうふうにまあある意味インフルエンスしていくのかでここに関してはやっぱり大企業がどれぐらいリーダーシップを取れるのかっていうところにかかってますからそこについてはあの、えー、取締役会のところで、まあ、いわゆる購買ではなくて取締役会としてどう考えるのかっていうのを整理するっていうところがまあ123 例は違うと思いますけれどもあの、やるべきことじゃないかなというふうに考えていまますすありがとうございます、えっと、鈴木さん、もしよろしければこちらの質問なんですけれども、まあ、これまで数年、あのまあ、日本企業、まあ、株主提案を含めて、えっと、対話なされてきましたけれども、えっと、どういうことを学んでほしいなというか、えっと、気候変動のフィールド、まあ、たくさんあの学ぶことあると思うんですけれども、取締役会の方々に。 どういうことをもっと知ってほしいなみたいなところであったりとか対応方法をこういう形に変えてほしいなみたいなところっていうのをもしよろしければお考えあれば教えていただけると嬉しいです。うんまあそうですねうんどうしても こうまあ、お話ししていて受ける印象としてはあの、まあ、これまでの延長線上でできる、まあ、脱炭素で何とかしたいっていうのをすごく感じるんですけれども、まあえっとまあ、一応仮にもネットゼロ1.5度目標へのサポートあ宣言している中で。 えっとまあ、繰り返し申し上げているんですが2050年の時点でゼロになっていればさえいればいいということが問われているわけではないのでその前にも2030年までにやることがいっぱいあったりとかするので短期・中期の,こうあのターゲットが不十分であったりとかということがあるので、まあ、やはり、まあ、1.5度目標を達成するための、まあ、道筋とのギャップ はい、そうですねをあの、を埋めるためには、やはりそのこれまでのやり方の延長線ではちょっと無理があるので、まあ、そ,のそうですね、その思考の転換 <laughs> といいますか、まあその、そうが必要になってきて、まあ、そうなると、その現在のやっぱりなんですかね、その社内の取締役がそのドミナントな状況だと、どうしても集団思考から抜け出せなかったりとかっていうような弊害があったりとかすると思うので。 そうですね、はい、なんかあの、なんか、すいません、お答えになってないかもしれないんですけれども、あのうん、たくさん宿題はあのある <laughs> ありますよね、あの大変だと思うんですけれども、はい、あの私たちもその頑張ってあのえ、あの,、えー、あのもっと対話を重ねていきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと芳南さんえっと到着されたんですけれども、あと一問だけちょっと続けさせていただきます。 あのえっと、ディレクターの方々、えっと、取締役の方々が、実際、じゃあ、気候変動の関連訴訟にあったりとか、まあ、それはグリーンウォッシングをもとにしてみたいなところですね、というご質問が来てるんですけれども、まあ、そういうことがありえるのかどうかっていうところですね、まあ、日本でもこれからも、あのまあ、グリーンウォッシングでえっといくつかコンプライントが出てるみたいなところは、日本のえっと中でもケースは出てきてますけれども、もしよろしければ、えっと、朝日さん、えっと、鈴木さん、えっと、こちらご、ご見解というか、えっと、こういうことありえるみたいなところをお話しいただければと思います。 そうですねあのおそらくその、まあ、日本ではその、うん、司法の役割というよりはその行政の果たす役割というのはかなり、まあ、大きくてであのもしかするとです、ねそのうんまあ、グリーンウォッシュが、まあ、どの場合に問題になるかというとその消費者に対する表示のコンテクストの問題になったりあるいはその <laughs> 投資家に対するそのいわゆる金賞、まあ、法ですね証券法の。 コンテクストで問題になったりするんですけども、その,そ,の,そ,のそこにおいて、まああの何らかその行政がそのアクションするような場合に,にはその、その後にですね、その後において、そのまあ、代表訴訟のようなことが起きるってことはありうるかなと思います。要するに、例えばそのお行政がその課長金を貸したっていうようなことがあると、ですねな,なんでそんなことになったんだということで、その後ろから。あのえー 投資家からですね、その責任、代表組織で責任を追及されるっていうことは、あ,のありうるかなというふうに思いますなかなかその、うん、そうですね、うん、代表組織そのものは、会社に損害が生じた場合なので、えーまあ、気候変動で会社に損害が生じる場合は、相当先の話で、まあ、そういうことが起きないように、あの我々やっているわけですけども。 うん、それ自体からは、ちょっとなかなか考えにくいところですが、あの、まあ、強制の、なんだかアクションがあって、まあ、その後に、その会社の投資の役が責任追及されるってことはあの、十分あるかなというふうに考えます。 鈴木さんもしよろしければ、えっと、法的にどういうところを企業の,、まあ、あの開示不足だったりとか、取り組み不足、あるいはちょっと帰りしているからみたいなところですね。ねどういったところを株主として法的にここは、えっと、まずいんじゃないかな、あるいはここは重視して対話していきたいみたいなところあれば教えていただけると幸いです。えっと、すいません。法的にと言われますと、ちょっと私でお答えでしていいのかなっていうのがあるので、ちょっとすいません。 すみません。<laughs> あ、わかりました。大丈夫です。ありがとうございます。じゃ、あ一旦、あの、はおなさんに、えっと、お話しいただこうと思います。ちょっと、えっと、画面を切り替えさせていただきます。はおなさん、これまで、私たちが話をしていたのは、今後についてです。この、百の企業の取締役。 がですね、それほど会社の基準に対する行動が良くなくても承認され続けるということがありますが投資家の期待について気候変動高排出企業の 取締役の役の割についいてててて話していけますか遅れてしまってすいまますす遅れっせんちょっとベルギーから帰ってきたものでイギリスの鉄道はなかなかうまく乗り切るのが難しいので遅れてしまって申し訳ありません。でハーミーズでは日本の企業と2008年から活動を行ってきてその中心はこれまでも常に日本の企業のガバナンスでありました。でこれが、まあ ずっと開発されてきて独立取締役あるいは取締役の多様性も増えてきました。ハーミーズのご紹介をしますけれども、非常に幅広い機関投資家を代表しています。2023年の12月1日からは1.31.4兆ドルの企業を代表することになります。 つい最近エンゲージメントプランを発表したばかりでそこで力を入れているのは会社とのエンゲージメント一つ目がガバナンスのイシューで二つ目が気候変動このガバナンス良いガバナンスは非常に重要であると考えていますし また長期的なリスクの管理には非常に重要であり株主の価値を生み出すためにも重要であるということです。会社の風土、これをモニタリングする戦略、価値、これを見ていくことが必要であって取締役会というのはただ単に議論をするだけで事業の議論をするだけではなく未来について考えることが必要、ESG の G、非常に重要な柱でありますしこの良いガバナンスの上に企業は作られていくものであります。したがって我々 我々が力を入れているのは、主としてこのお取締役会の効果がどうであるかということ、またどれほど有効に重要な会社の議論を取り込むことができるかということ、効果的な取締役会というのは重要な愛知決定の要因になります。もう一つの要素が気候変動ということになります。これはもちろんエンゲージメントでも項目としています。 カーボンゼロアセットマネジメントイニシティブがありますので2050年以前に1.5度目標に従って進んでいきたいと思いますので重要なガバナンス基本気候変動両方において重要な側面ということで長期的なアンゲージメントを企業と行っております。気候変動に重視を当てる企業もあります例えば この GHG の排出目標がパリの目標と一致していないですとかまた今後そういった可能性がある時にこのボードに対して説得をしてそしてこのままでは達成が不可能だということを知ってもらうようにしています。 そのための実行計画を立てどのように確実にその企業が持っている戦略を実行することによってその1.5度に即した目標に進んでいけるのかということを見ます投資家の視点から言うと実効性のあるこのコーポレートガバナンスというのは不可欠になります最近の気象条件を見てもやはり重要なマテアルリスクになっていると 気候変動というのはマテリアリティがあるということをはっきりしています世界中の TCFT レポーティングを行っている企業もたくさんありますしまた削減目標も出していますですので私たちがその評価をするときに気候変動の問題にも注目を見ています様々なシナリオ分析を行ったりして企業の評価を行っています 明らかに私たちは気候変動の問題が複雑であることはしています。また時間も必要であって、こういった戦略を立てるのも簡単なことではないことはよく分かっています。しかし気候変動が複雑である一社だけでは単独で解決はできないということは体系的に幅広く取り組んでいく必要があるということも分かっています。特にこの金融機関のコンテクストで言えば、 全体像をリスク機械全部分かった上でえ企業とエンゲージメントをして企業がその削減目標を立てられるようにするということが投資家の期待値に沿ったものとなります。と申し上げましたがこの取締役会が当然長期的な組織の健全性を守る上で株主に対して責任を持っていることになります。でですのの関連のリスクを 実行的に管理すすることが求められますでは投資家がどのように評価するのかということですけれども企業に対して気候リスクを実証しそして気候変動について議論しこの取締役会に組み込んでいくということですどんなリスクとチャンスというものがあるのかということを取締役会でまた取締役会で議論することそのものがその取締役の責任であると。 で今使使える最高の技術を使ってて気候変動に対応していくその理解を進めてその気候変動が企業にどのように影響を与えるのかその評価する時に必要な専門知識が欠けていないのかこれも気候変動の重要な側面となります。ですので今後気候対応をどのように行くのかやっていくのかということを 投資家からも問われることになりますそういった形で私たちはたくさんの期待値を企業に対して持っています。この近年にも気候収支アカウンティングについてその気候変動の影響に対してその収支の中に組み込んでいくということを推奨しています。そうすることによって インセンティブとなってさらなる企業内の議論が進んでいくということもありますし取締役会は強いコミットメントを持っていて真摯に気候に取り組んでいきたいという側面が多いこともよく分かっています まだ足りないところがたくさん残っていることもよく分かっていますスキルマトリックスにおきましてもそれぞれのスキルメトリックスが気候変動の議論にどれくらい行動できるのかということがわかりません、ね、し企業に対してどれくらいマテリアルな影響をもたらすかということもはっきりしていないまたいろんなそういった人材が取締役会にどれくらいアクセスを持っているのか話ができるのか気候問題について ですのでその取締役会はえ投資家に代わってそういった問題に対して対応していく義務があるからです。まあ、全体的に言えばにに対すする取締役のの能力とといいうのは非常に重要だと思,い思っていますそれが欠けていることに対して投資家は当然注目をしていますし最終的に堅牢な 冒頭レベルの専門地域が強く築されて気候変動について取締役で会議で議論が続くことを望んでいます。企業が各企業、一つの方法で全て対応できるわけではなく各企業が計画を立てなければいけませんけれどもそのような具体的な計画を持って気候変動に対する 対策を導入していくということ、これを将来的企業に私たちは期待したいと考えていますしまた、今後、気候についての戦略取締役の有効な活動というのが重要だと思います、まあ、以上で私の発表になります。 Thank you, ありがとうございます。それではですね、もう一度、えっと、Q&A の方に、えっと、戻りたいと思います。皆様をピンさせていただきます。 ちょっとどの質問をピックアップするか迷いながら、えっと、だったんですけれども、えっと、ちょっと鈴木さんに、えっと、ご質問させてください。えっと、昨年、1、えっと、つ、えっと、ご質問がございまして、昨年、えっと、株主提案には直面した企業の ESG の取り組みについてどう、どのように評価してますかというご質問が来てますけれども、ま、可能な範囲で、えっと、複数社ありますけれども、えっと、最近、ま、対話があったとかで,であったりとか、開示、ま、状況を含めてあの、評価できそうなところあれば、えっと、教えてください。 ええー、そうですね、あの確かにああのまあ、株主提案をまあ行ったまあ昨年の場合は六社ですけれどもままあああの六、まあ、社いずれも、まあの開示、情報の開示っていうのはえっ、ー、と拡充してきているということはああの、えー、あの評価したい一定の評価をしたいと思いますがえっ、ー、とまあであったりとかまああの今後 まあ、さらに拡充していくっていうような、まあ、私たちが求めていたことに対してあの今後情報を出していきますというような、えー、とそうですねそういうことが、まあ、あの公に、まあ、アナウンスされたりっていうことは評価するんですけれどもそのちょっとスピード感という意味でそうですねあのやはり2030年までにやること その年、ね、1.5度目標達成のために必要なステップっていうのが、まあ、科学的には、まあ、あの示されているんですけれどもそことのギャップを埋めるようなスピード感ではないっていうところでまあ本当にあの <laughs> 私の,あの発表の中でも申し上げたんですけど2030年まで5年余りっていう中でちょっとはい。 やはりちょっとスピード感という意味で非常に懸念していますランさんに伺います同じような質問ですがありがとうございますパオナムアイドラクティアスキルだかなプススミラークエッション、like、to ask you that kind of similar question. あごめんなさい日本語でお話させていただきますえっと昨年日本でもまああのご承知の通りだと思うんですけれど株主提案えっと まあこれはまあ当然、ガバナンスの議案がえっとほとんどだったんですけれども、気候変動に関する議案もえっといくつかえっと出た中で、同じようなえっと顔ぶれの企業が株主制のように直面していると、気候変動に関してですね、そういう企業、機関投資家さんとしてエンゲージメントされていて、どのような印象を持たれていますか、もし可能であれば、一般論でも結構ですので、教えてください。 そうですね私たちの方からすると、やはりこう進んできてはいるのかなという考えはあるんですけども、やはりこうあの、まあ、日本での考え方を持っている企業がやはり多いのかなと、特にこうファイナンスの方でも、やはりあのあのオイルのガスに関してでは、まあ、あの北極圏での,の権利をまだ持ちたいという企業もありますし、まあ、やはりこう少しあの欧米の方と比べるとやはりちょっと遅れている部分はあるのかなとは思うんですけども、ただ、そのキャッチアップするように ような勢いであのまあ取り組んでいらっしゃるのかなというのはあの理解しております。ただそれが本当に1.5度に沿ったサイエンスベースであるかどうかということを考えるとやはりちょっとまたそこには距離があるのかなというのが私自身の意見です。ありがとうございます。えっとこういったえっと課題をえっと指摘されている中でちょっと小野塚さんにえっと戻らせていただきます。 えっと形式だけにならないためには、まあどのような取締役の仕組みが必要だと考えますかと、えっと外部有識者などを採用している企業も見受けられますがということなんですけれども、こちらえっといかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あのこれやっぱり難しいと思うんですよね。あのあのある程度形式が本質をドライブするみたいなところもあってですね。まあ、それで日本のコーポレートガバナンス改革はまあ過去あのこの八年ぐらいで結構前進したと。 思います例えば独立,独立社会を増やしましょうと言って議論があの進んだっていうのはありますのである程度やっぱりそのクライマートチェンジに関して議論しなきゃいけないですよこういうポイントは議論しましょうっていうことが本質を要するにわからない何がわからないっていうことが分かってくるっていうようなプロセス自体はあ,のあると思うのであのそれはまあ ネセサリーステップとしてあるもののやっぱり本質的なところっていうのはもう私のさっきのコメントに戻るんですけれども、まあ、一人一人それからそのボード・オブ・ダイレクターっていうグループとして説明責任が果たせるのかっていうことをちゃんと議論できてるのかっていうことだと思いますで私実はこれにあの関連して、えっと、ハウナーさんに質問があったんですけれどもあのさっきのお話を聞いていてい,いいですかね質問 ですあのえっとあので,で実際にその取締役会の中にエクスパティーズを持ってマネジメントにチャレンジしていくべきっていうのはもちろんあの行,き行き着きたいところなんですけれども今少なくとも現状の日本のボードではそんなエクスパティーズを持った人が複数いるなんてことはまあまあないんですね <laughs> なのでだとすると私が必要だと思うのはそこのジャンプスタートだと。 思うんですねなのでそれをするために例えばその取締役特に社外の取締役にあの渡せるようなツールキットですとかセット・オブ・クエスチョンズとか何かそういうジャンプスタートキットみたいなものってあの考えられたりあるいはもう実際にあったりするもんなんでしょうかこういうことをなんかコレクティブにこういうグループが一緒にやるとなんか一気にこうあのステップアップできるような気がするんですけどいかがですか あ、ご質問の方、ありがとうございます。あの、おっしゃる通り、まあ、日本だけではないんですけど、まあ、欧米の方でも、やはりこう、あの、気候変動が特に特化している、あの、独立に役員というの方はほとんど少ないのかなと思っております。私の知る中で、でも、やはりこう、あの、スペインの、あの、金融機関が一社だけ、あの、うん、あの、えー、あの、あの。 専門家がいらっしゃるということで理解しているんですけども、まあ、その中であの、トランジションゼロというあのオーガナイゼーションが、うんまあ、あ独立役員に対して、まあ、気候変動をどのような形で議論すべきかというのをトゥールキットを持ってあのあのトレーニングをする機関があるので、まあ、それを同じような形で日本で待ってもいいのかなと私たち、うん、は思っております。あのおっしゃる通り、まあ、やはりこう、独立の役員がどのような形で執行役員の方と議論するのか、チャレンジをしていくのかというのがとても重要だと思っていますし、うんまあ、特に欧米でだとあの、独立の役員の方たちが、 あの事業戦略を立てて、執行役員の方がそれをまあ実行に移すというのが一般的なものなんですけども、やはり日本でだとやはり、従業員のトップの方がこうあのまあ戦略を立てて,て、独立の役員がそれに対してこうまあアドバイスをするというような形になってきているのがあの日本の形なのかなと思うんですけども、やはりこう気候変動に対してでは、やはりこう、 あのチャレンジをしたいかないと、やはりこう整合性が保つのはちょっと難しいのかな、1.5度の整合性を保つのは難しいのかなと私は理解しているので、うん、やはりこうあの、トランジションゼロなどというような形で、あの独立役員の,あのトレーニングを進めていくというのはとても重要になってくるのかなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。 えっと、もし朝日さんよかったら、私からちょっとご質問が1点ございます。えっと、昨日、ちょっと違ったイベントで、えっと、お伺いしたことなんですが、まあ、アンチ・ ESG のことについて論じられた、えっと、イベントです。でそちらであの、米国企業の気候変動、えっと、代表訴訟は、わりかしあのほとんどのケースにおいて、開示を、えっと開示えっと、企業が開示したものをも、えっとに、訴訟主が、えっと、訴訟しているということだったんですけれども、 日本企業、じゃどういったこれからあの開示をしていけば、まあ、こういったリスクを防げるのかみたいなところ、もし、えっと、可能であれば、えっと、教えてください。ちょっと、えっと、イレギュラーな質問で大変恐縮なんですが、よろしくお願いします。えーちとえー、ちょっとご質問がもう一つ、えー、理解できたらかありませんが、はいはい、開示ということについて言うと、一番、えー、現状、一番ホッんなのはあの、会計基準がですね、えー、ISSB の えとスコープ1、2、3というのが、えーまあ、あの国際関係基準として入っているわけですけども、それをまあどうやってその日本に落とし込むかということで、あの金融庁が今あの、議論を始めたところですので、お、ま、そ、あ、らく <laughs> あの、うん、そこが一番今後です、ねえっと、ホットな一緒になってきて、あの具体的にです、ね、その数字をそのどうやってあの開示するかというのがあの議論されていくし。 あのまあ、現状の開示はですね、サスペンダビリティ開示というのは、あのどうでしょうかその自,分たちの自分たちのガバナンスプロセスで重要だと考えたものについて、そのリスク管理を開示せよという仕組みで、<laughs> それはまあ大枠だけを開示するというのが基本で、すねでそれ以上のことはあの数,数,量数,数値的なものというのは何もその求められていないんですけども、まあ、これがその、この解決基準が、その推移が入ってくるということで、まあ、数値がこう入って。 入ってくると、まあ、今後どれぐらいその数値としてあの開示する、数値を開示するかという方向に必ず行くと思うので、まあ、そ,そこに来ると、やはりその、えー、正確性が問題になりうると、そ、えー、らくアメリカの,、うん、あの開示においてはです、ね、すでにおそ、えー、らくあの数字が,数字がです、ね、開示されていて、それが他のデータと合わないというようなことがあると、あのそれがその法的な追記の対象になりうると。 いうことなのと思うんですけど、まあ日本はちょっとまだあの法的なその会社の責任というのはそのまああの、えー、マテリアリティ自体の、えー、認定の仕方とかですね、えー、それからそのリスク管理という体制の話だけでまだ数値には言ってないんですけども、まあ今後はそのだんだん数値の改善という方向に行くだろうというふうに思っています。ありがとうございます。えっとこちらちょっとあのー。 関連性が強い質問かどうかちょっと分からないので、えっと、可能な範囲で結構なんですけれども、あの質問いた,いただいている質問で、小野塚さんで、えっという質問です。あのクライマッアクション・ハンドルプラスであったりとか、赤道原則から大手金融機関、えっと、脱退してますけれども、まあ、こういうちょっとアンチ ES の・ ESG の揺さぶりというか、こういった動き広がりそうでしょうかというところ。で、えっと、小野塚さん、もし可能であれば、えっと、鈴木さんにお伺いしたいところが、えっと、その続きのところなんですが、えっと、オーストラリアではそこまで深刻ではないんでしょうかと。 あのー、反作用だったりとかそういう分断あのー、反発みたいなところっていうのはオーストラリアではえっと金融機関だったりとかあのまあ企業からですねあるいはちょっと政治からそういったことってあるのかというところですねお伺いできればと思いますえっと最初じゃあ小野塚さんにご質問させていただきますよろしくお願いしますはいありがとうございますもうこれあの聞かれない日はないっていうぐらい <laughs> あのアンチ・ ESG の話は毎日聞かれるんですけど、まあ、これはあのやっぱり時事的なものは大きいですよね言わずもがないやっぱり今年はあの大統領選あるのでもうシュトラっていうかあのト,トランプだったらっていう話があの大きいと思うんですけど、まあ、それに向けてやはり日本あのごめんなさい特にグローバルな、まあ、アメリカ をベースとした金融機関というのは彼らのおそらく取締役の責務としてその営利団体として、まあ、株主価値も含めた最善を尽くすというところを考えた時に多くのお客様があるいは主要なあの重要なお客様がそういうことに反対で、えー、いわゆるあのコマーシャルな部分から収益が上げられなくなる可能性があると。 なると、まあ、こういうところには及び腰になるっていうのはものすごく、まあ、ある意味ロジカルですよね。それが誠実かどうかっていうのはまたあの議論としてはあると思いますけれどもまあその、えー、コマーシャルな鋭利の団体として考えてやるってことはあ,のありえるんだろうなっていう想像あの識しないっていうところはあの私もありますと。でそこがまさにそ,の、えー、それが正しいのかっていう議論なんですよね。そそれはおそらく えっと正解はなくてでこれをやっぱり一回言ったんだから貫くべきだっていうあの宗派の人がいたりあるいはいやいやあの現実的に考えてそんなことやってたら無理なんですって今いる従業員も株主も満足にできないんです。 っていう見解があってそれはやっぱり対話でしかあの溝は埋められないしもしかすると埋められなくてアグリートディサグリーっていう平行線っていうこともあるのかもしれないんだけれどもでもその対話をするっていうこと自体にすごく意味があると思うんですよね。なのでこれは今後も起きていくし日本でも同じようなあの、えー トリガーはが違ったとしても、そういう平行線になるパターンというのは、企業と活動家だったり、企業と投資家だったりというのはあるけれども、やり続けるということに意味があって、その中で、おそらくみんながディサグリしないポイントっていうのは、やはりその持続可能な、えー、地球環境っていうところに関して、一つでもあの前に進むということをやっていくということだと思いますので、これは事象として起こっていますし、おそらくこれからも。 あの今年は色濃く出てくるところだと思いますけれども、何か諦めるとかですね、あの逆に違うことをするというよりは、今やっていることを、do more という感じかなというふうに思っています。ありがとうございます。鈴木さん、もしよろしければ、アンチ ES G ・ ESG、オーストラリアでどういう、えっと、ランドスケープなのか、まあ、実際あるのかどうかを含めて、えっと、日本の、まあ、ちょっと日本での、えっと、報じられ方との違いですね、えっと、気づいたところがあれば教えてください。 はい、えーと、そうですね、的確にお答えできるかわからないんですけれども、まずまあ一つは、現在、労働党政権で、あのまあ労働党政権が比較的まあ気候変動には積極的に取り組んでいて、まあ、そのあのレギュレーターもまあグリーンウォッシュのケースをまあ摘発して裁判になったりということが起きているっていう、まあ、その今,今のまあトレンドとしてはそういう状況に。 なっているのと、まああとそのアンチ・ ESJ っていうかなんていうんですかねそのまあ私の知っている限りではそのあのあアメリカでままああこうまあ政権によって結構揺らぎがっていうかあのそのなんていうんですかねそのあのフィデューシャリ・ーデューティーとそのあのサステナビリティをまあ投資に取り入れること。 がまあフィデューシャリデューティーにかなうのかどうかっていう議論がまあ延々となされてきているかなっていう印象があってまあ結構それってアメリカに得意なのかなのことなのかなって思っていてまあそこの議論まあそこの問題っていうのがあまりオーストラリアでは聞かれてこないしっていうところですかねはいあのまあ逆にちょっとアメリカが得意的なのかなって勝手に思っていますすいませんお答えになっているか,からなんですありがとうございますえっとそろそろ もう少しお聞きたいとか、のご質問たくさんあるんですけれども、ちょっとそろそろお時間も迫っているので、最後にですね、日本のアセットマネージャーの方々、あるいはボードディレクターの方々ですね、どちらかでも結構です。最後にちょっと短いメッセージですね、きょう、オーディオ、オーディエンスの方々が日本の機関投資家さんすごく多いと思いますので、よろしければお一人ずつお願いいたします。もしよろしければ、ハウナンさん、お願いいたします。 そうですね、まあ、やはりこう有効性についての,あの焦点がどんどん高まってきているのかなというのも私たちの,あの意見です。まあ、やはりこういろんなことを議論してあの戦略を立てていかなければならない。特に気候変動に関してはまあ時間がどんどん,どん,どんあのなくなってきているので、そこに関して一体どのような形であの議論しているのか、そこに関してどのような形で戦略を立てているのかというのがとても注目になってきてくるのかなとは私たちは思っております。ありがとうございます。 もしよろしければ、じゃあ、小野塚さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。あの、ど、どの立場の方に、向けてもですね。すなわち、そのメッセージは自分に返ってくるので。 ちょっとあの言いにくいところもありますけどあの基幹投資家に関してはですね私もこのエンゲージメント自体をあの創世紀の2016年ぐらいからやっていたというところもあるんですけれども、まあ、その時から比べるとやっぱりその毎年毎年続けている努力っていうのはあの絶対前進して意味があるものだというふうにあの実感します絶対にこの日本があのこれに関してあの前進しましたしなのでその手を止めないであの引き続きやっていっていただきたいなっていう ところで、えっと、一つあのリサーチをちょっとこれに向けて読んでいた中にですねカナダの事例であのエンゲージメントで、まあ、ジェンダーも含めていろんな、まあ、ダイバーシティであるとかっていったことであのエンゲージをしていくとでダイバーシティが高い企業っていうのはそのステークホルダーのバリューを高めることに前向きでその、えー、ステークホルダーのへの配慮の高度化につながるっていうリサーチ結果を読みました。 ですので、必ずしもあのクライメートだけのアングルでエンゲージメントをするのではなくて、やっぱりガバナンスの高度化っていうことについてエンゲージメントするっていうことをあの引き続きお願いしたいですし、逆に企業の立場でエンゲージメントされる側としては、やっぱりなんか、あのこれ、会社の方針としてやらなきゃいけないんでっていうふうに来られるよりもですね、やっぱりどうしてあのその会社とか、あるいはそのバックにラセットオーナーが、これを重要と思うのかっていう、まあ、ある意味、哲学的なフィロソフィー的なところ ところも含めてご説明いただきながら、その、えー、企業へのエクスペクテーションをきちっとあのエンゲージしていただくということが重要だというふうにあの思っています。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。すべての方々思い,思いあの分かって、えっと、すごく包括的にお答えいただいてありがとうございました。じゃあ、えっと、もしよろしければ、と朝日さん、最後にあのボードディレクターあるいはアセットマネージャーの方々に一言でお伝えしいただけると幸いです。そうですね、あの先ほどのあのピリシャリューティーという話ですけれども、 うん、あの日本ではその、えーまあ、いわゆるその株主, <laughs> 株主市,市場主義といいますか、あのシェアフォードスクリプシーという考え方はやっぱり強くなくて、えー、やはり、うん、あの冒頭申しましたけれども、その営業の自由とその社会的な法律というか、うん、そういう考え方に制約を受けているというのは。 ごく当たり前に受け止められているし、むしろそちらをあの考慮しないことで責任を問われる,るという,う、まあ、そういう議論が今なされてつ,つるところなんですね。でもよく考えると、そのアメリカにいるからとか、その日本にいるからとかっていう,こう、これはそういう問題ではなくて、もともと我々はそこまでそのあの自由を奔放にしてよかったかということなんだと思うんですよ。あのな何せあの、これは一つの,あの惑星でしかなくて、一個のスペースですから。 そこまで壊す自由があったかっていう、そういうことなんだろうと、実は思うんですけれども、まああのーまあ、日本では少なくともその株主第一主義を貫かなかったからといって、責任を問われるということはちょっと起きない、えー、先ほどの質問に答えてなかったかもしれませんけれども、まあ、そういうことは起きなくて、ですねむしろその公共の福祉その、世の中に対する害悪というのをちゃんと抑えないと、あの今後責任が問われるという事態はありうると。 いうふうふにあの考えますえ。これが私のメッセージです。ありがとうございます。じゃあ、最後に鈴木さん、えっと、よろしければ、ボードディレクター、あるいはアセットマネージャーの方々にメッセージをお願いいたします。どちらどちらどちらにも、程いう場合でも結構です。はい、よろしくお願いします。はい、えー、っと、そうですね。うん まああの、えー、どちらにもにもなるのかもしれないんですけれども、あのそうですね、まあ、今日の、まあ、お話を,、まあ、あのを受けて、まあそうですね、私たちはあの マーケットフォースは、ね、気候変動にまあ特化して活動してはいるんですけれども、やはりその、まあ、当然、会社の経営としてそのいろんなことを総合的にまあ見ていかなきゃいけないということはまあ重々分かっているんですけれども、やはり気候変動、重要な問題ですので、まあ、もしそうです、ね、あの何か聞きたいということがありましたらお問い合わせいただければ、投資家の皆さんであったりとかとぜひ対話したいと思っていますので。 あのお待ちしております。とあと、そうですね近日中にあの先ほどあの発表しましたレポートもあの公開されますのであの、ぜひお読みいただければと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。あのパネリストの皆様、本当にお忙しいところ、このような集まり、まずいただいてですね、まずこうして、えっとこういうあのセミナーもを持ってたこと、そしてあの本当にインサイトフルな知見をいただきまして、本当にありがとうございます。 えっとじゃあ、えっと、こちら、えっとレベッカさんに最後、えっと締めの挨拶をですね、えっとお願いしたいと思います。じゃあ、ちょっとピンだけ、えっと、整えさせていただきます。パネルの皆様、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。レベッカー・シャラートと言います。デ、え、ィ、ー、ジェント・マーク・インテリジェンスにおります。 ですから、私どもはですね、世界的な投資家の東京株主提案などについてお話をします。アジア地域に注目しています。そして ES、ESG アジアにアジアにおいては注目を集めています。 終わる前に、最近の報告書のデータをお話します。興味深いのではないかと思います。チャートが出ていますけれども、日本では株主提案は非常に一般的なものであり、よく支持されていて、ヨーロッパと同様になっています。赤の部分は、 日本における株主提案,を表しています提案の数そしてその支持率を見ていますこのたった2年の間にご覧のように15の株主提案が日本で ESG の採決の対象になった2023年です21年の5倍となりますご覧のように 気候変動関連の提案が昨年は日本で採決の対象になりました平均的な賛成率ヨーロッパの会社と比べてもそれほど低くはありませんこれも強調しておくべき重要なポイントだと思います ESG エンゲージメントは一般的になっていて投資家がこのコミットメントを見ていて株主提案も増えています したがって企業は積極的に対応するべきことだと思います次のスライドをお願いしますもう一つのデータでこれも最新の報告書のものですが ESG 関連のアクティビストの要求ということで成功しています ESG のアクティビストによる要求、これが部分的に成功したか完全に成功したかの割合を見ています。アジアにおいては、ESG の成功率が最も高く16%。 が成功しています一方 ESG の要求がうまくいったのはアメリカは9.2ヨーロッパは11.3%ですから ESG の取り組みがアジアにおいては投資家の支援を受けているということで取締役会もこのような懸念に対応しています。 もう少しデータを見たいあるいは私たちのアジアに関するコーポネットガバスのデータを見たい方ぜひ QR コードをご覧ください ESG アクティズム決議について報告を出しています毎年アジアのレポートを出していますので是非、えー、このコードをスキャンして見ていただくあるいは私にご連絡をください これが以上になります。